頼むよ、ほんとに。明けましたにしてみました、はい、今年2016年アトムご機嫌レディオ初めてなんだけど、うん、はい、ね、去年カウントダウン、去年というかな、年明けカウントダウンでも、今回はうち年明け前の結構時間早い時だったからね、そうだから明けましておめでとうございますっていうのを一切言ってなかったんで、ちょっと言ってみたかったんですけど、うん、今言った瞬間にちょっと罪悪感というか、生まれて明けましたって言ってみちゃったんだけど。うん、まあ、そんなこんなで2016年始まりました。今年もアトムよろしくお願いしまーす。ということで、今日はですね、前回と違って、ブースの中がすっからかーんっていう感じで、はい。隣にいる、竹彦さんと、はい、私、はい。二人だけなので、二人でご機嫌にトークショーを繰り広げたいと思いますので、よろしくお願いします。本当だな。できんのか？そのコーナーで、年末年始。はい。竹彦さんはどうでした？うん。寝まくりましたね。え？久しぶりにね、違います？違くない？カウントダウンの話今振ったよね。あ、まずはですね。うん。ガキの使い。もういい。まず、アトムとしてはね、毎年恒例なんですけど、横浜のセブンスアベニューの方で、カウントダウンライブ、うん、今回も参加させていただきました。はい、で、これもね、例年なんですけど、カウントダウンが終わるとね、アトム全員、うん、横須賀にあるアトム基地に、うん、そのまま帰還しまして、うん、今言ったね、うん、ガキ使の録画を見ながら、順々に落ちていくという、うん。そう。でも今年は結構みんな落ちるの早かったんだよね。早かったね。ね。で、その後に今度は朝起きて続きを見て、で、またゴロ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 しながら元旦夕方ぐらいにやっと行動を始めて、うん、3人で初詣っていうパターンが、そうそう。うん。多いんだけどね。どうだったんだっけ、おみくじ。やっちゃいましたよ、大吉。あれ？たけちゃん大吉なんだけど。俺大吉でした。俺大吉でしたよ。ミワが吉で、うん、あ、違う。丸が吉で、ミワが末吉だったんだ、うん。で、俺一番最後に引いて、大吉だったから、うん、なんかもう二人で吉だ、なんだ、って。大吉だと俺言いづらくなっちゃって。うん、まあ、なので、今年はね、リーダーが大吉引いてくれたので、うん、それを信じて活動していこうと思います。うん、そういい年になりますよ。うん、あとは、まあ、年末の話なんだけど、美和個人では、某ラジオ局のゲストに呼んでいただいて、はいはい、まあ、いつもね、月一で、ね、そうそう、うん、第3金曜日、こちらの方で番組やってますけど、またゲストっていうとちょっと違うんだよね。うん、で、また、すごく MC の方が、うん、上手で、英語が混じってて、カビラなんとかさんね、DJ っていう、DJ っていう感じで、いいね、うん、ちょっと英語喋れたらなって思いながら帰ってきたのを今思い出した。うん。うん、頑張ろう。はい。お前もな。スピードランニングで。ということで、今日はですね、そんなこんなでゲストは呼んでないんですよ。呼んでません。うん、今日は結構ギリギリでね、お互いに、うん、もう、スケジュールがスケジュールがカツカツの、
もう、ゼーハー言いながらここにたどり着いたような状態なんですけれども、はい、なので、まあ、年明けということもあって、アトムでゆっくりとフリートークを繰り広げたいと思います。うん、番組の最後の方ではですね、初回にやったコール&レスポンスっていうのも、やりたいと思います。はいはいはい、メール、LINE、うん、何でもいいので、うん、携帯ここにあるので、うん、メッセージいただければなと思いますので、よろしくお願いします。うん、一応、アドレス言っときますね。はい、アトム、atom-rock@ochio.jp です。はい、atom-rock@ochio.jp こちらの方に、もしくは LINE、Facebook、何でもいいです。メッセージの方よろしくお願いします。うん、ということで、2016年最初の曲。お、今年はですね、今年はっていうか、まあ、毎度の曲なんだけどね、うん、これで、さらに上げ上げで、ライブの方も行いたいと思います。うん、そうね。うちはフリフリで、うん、まあ、ライブに来てもらえれば、この曲がどういう曲で、みんなに何をしていただくかっていうのが、よーくわかると思うので、嫌でもわかると思うので、ぜひぜひ、2016年は、ライブの方にも足を運んでいただければと思います。ね、はい。それでは、聴いてください。マジェスティック・ヴィーナス。もうさ、第4回目だったから、慣れよ。なんか来た？もう一個はね、うん、ある。あるって言っちゃうもん。前が聞いたんだろ。誰かなんかメッセージ送ってくんねえかな。久しぶりに整骨院の先生送ってくんねえかな。また俺。小泉さんにさ、って、あ、おめでとうございます。あ、そっか、年初めてお会いしましたね。そうでしたね。なんかもう、正月気分がもうとっくにもうどっか行っちゃってるんですよ。なんか新年の挨拶っていうのも、もうどっか行っちゃってるんだよ。今なんかもう全然時差ボケのままで。全然時差ボケ。時差ボケどころか曜日もボケてる。これはフルで。ギターソロのね。はい。お願いします。はいとか言う。邪魔すんな。ということでお聞きいただきましたのはマジェスティックヴィーナスです。イントロの部分でも言いますけど、この曲はね、うちわを無理やりにでも配って、うん、ライブハウス全体、お客さんもメンバーも一緒にノリノリのアゲアゲチューンで楽しもうっていう曲なのでね、うん、ぜひぜひフリフリに来ていただければと思いますよね。無理やり行きますか、ね。ミワがね、はい、うん、一回ね、まああんまり言っちゃいけないっていうか、言いたくはないけど、お客さんがこういつもよりも閑散としてる時にね、うん、ステージから降りてね、うん、戻ってこなかったっていう時あったよね。降りてったーと。ドラム叩いてドラムのとこから見たらもう向こうにバーンと走っていっちゃう。そうそうそう。じゃああまりにもなんかミステリーサークルみたいにスカーンしてるから、あ、逆にこれここで歌って踊っちゃえばいいかなと思ったら、本当にエンジンみたいになってね、最終的にね、客席のど真ん中で歌うたったもんね。そうそう、あれはあれで楽しかった。うんうん、そんなこともありましたね。そんな、アトムですけれども、今日はですね、先ほども言いました、ゲストがいないので、はい、いつもやってなかったコーナーっていうのをやりたいと思います。うん、はい。はい。次は、ご機嫌ミュージック。
このコーナーはアトムにゆかりがあるアーティストやお気に入りの一曲を紹介していきたいと思っております。はい、今回は、うん、もう本当に本当に超リスペクトで、まあ、いつかね、うん、ゲストに呼びたいなと思ってるんですけれども、ね、ブードゥーハワイアンズ。ブードゥーハワイアンズ。はい。この番組でも何回かこのバンド名は口にしてますけれども、うん、うちのヨーローっていうジャケットを、はい、はい、デザインしてくれた、ソガジェットソウル正幸さんも、はい、入ってる、所属している、はい、はい、ブードゥーハワイアンズです。まず、まあ、ご説明する前に曲を聴いていただきたいと思いますので、聴いてください。ロックミシン。これ早いからね。これフルで。うん。だってフルでかけちゃうとジャスラックだからカットが長くなっちゃうじゃん。ああ、そういうことね。うん、あ、そか、ここはじゃあカットなのね。あれはね。ユーストリームは流れてるんだよね。え、じゃあだからこの放送は流れてる。ユーストリーム。あまりにも把握してます。かけちゃうとトークもカットになっちゃいます？あ、じゃあバックでかけちゃってお願いします。はい、ということでお聞きいただきました。ロックミシン、ブードゥハワイアンズですね、うん。かっこいいね。かっこいいんだよ、本当に。うん、この、ブードゥハワイアンズね、さっき、ソガさんの名前を言ったけど、ボーカルが、元プリンセスプリンセスの中山かな子さん。うん、はい。超リスペクトです。で、このロックミシンっていう曲は、もう、かれこれ、15年前ぐらいかな、うん、に出たアルバムで、まあ、ミワが結構気に入ってる、一番気に入ってると言ってもいい。うん、曲なんですけどね。うん。その15年前ぐらいかな。まだ、ミワがちゃんとっていうかバンド活動してない時、コピバンとかしかやってないような時でね、ちょうどタケちゃんともまだ会ってないぐらいだね。そうね。うん。うん、その頃に、ちょっとした、機会があって、中山かな子さんと、お話しできることがあったんですよ。で、その時に、うん、まあ普通に、ファンですみたいな挨拶をして、そしたら、まあ、かな子さんが、すごいロック顔だねロック顔ロック顔だねって言ってくれて、で、プリプリとかもコピーさせてもらってますって言ったら、いや、もっと洋楽とかガンガンやった方がいいよって、当時言ってて、で、まあ、そんなこんなで、その頃はね、洋楽もミワも聴いてなかったからあれだけど、まあ、月日は流れ、うん、14年ぐらい経って、うん、去年、一昨年13年ぐらい経ってか、うん、ね、本当に、ブードゥーハワイアンズのオープニングアクトをやらせてもらって、そう、また、うん、話す機会ができて、うん、で、その時に、まあ、この話をしたんだよ、かなこさんに、覚えてますかと。うん、そしたら、うん、まあ、覚えてはなかったんだけど、でも、その時のライブの、こととかはすごく覚えてたみたいで、で、あーっていう話になって、で、まあ、それからね、本当に嬉しいことに、2、3度、うん、うち、アトムとブードゥーハワイアンズ一緒にやらせてもらう機会があって、ね、うん、で、まあ、そのたんびにね、いろいろ、かなこさんも話してくれるし、うん、そんなこんなで、ソガさんは今回、本当にヨーローの、ね、ジャケットをデザインしてくれたし、うん、本当に本当にもうリスペクトだけではなくてありがたくてっていう、うん、そうね、大先輩なんですけれども、うん、もう一度紹介しておきましょう。ブードゥーハワイアンズ、ギターボーカル中山かな子さん、うん、そして隅田武史さん、ベーシスト、ベース、ソガ。隅田さんとギター抜けて？ところ、ギターボーカル二人なの。あ、そういうことか。オッケー。で、ベース、ソガジェットソウルさん。じゃ、ソウルさんつっちゃったじゃん、ほら。ソガジェットソウル正幸さん。で、ドラムが古関隅田さん。はい。はい。でね、メンバーにも、アトムのアルバムができた時に配って、うん、よかったら聴いてくださいって言ったら、ね、やっぱり去年、年末にあった、
ブードゥのレコ発で打ち上げてお話ししたら、小関さんが ね全部聞いたよって言って、そうそうそう、一つ一つね、うん、あの感想まで言ってくれてね、うん、言ってくれて本当に、うん、本当に本当に優しいなと思います、うん、本当、うん、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そういう感じで、あの、まあ、今言いましたけど、ブードゥもねレコ発やりました、うん、今アルバム出して、またツアーもう一回回るのかな、ね、うん、なのでその隙を狙ってゲストにぜひ呼ぼうとは思ってるんですけど、はい、まあ、とりあえず今日は曲だけということで、うん、もう一曲そのニューアルバムの方から聴いていただきたいと思います。 Making Happy。 結構いいじゃん、うん。すっげえ忘れてた。なんか来た？来たっつってんじゃんだから。うっさいな。ギターいい音だね。もうブードゥは心込めて宣伝できる、うんうん、なんもうすごく演奏も曲作りもツボを押さえてるというか、いいよね。俺このアルバムは結構大好き、うん、このポップ感が俺のこう結構好きなポップ感だね。そろそろトーク入れていきます。はい、お聞きいただきましたのはブードゥーハワイアンズで Making Happy でした。うん、かっこいいね。やっぱかっこいいよね、うん、本当に。この前あのニューイヤーズロックフェスティバルに隅田さんも出てたけど ねそれもまた、うんうん、かっこいいよね。あのテレビ指さしちゃったので、そう、しげるさんに絡まれて本当にロック界先輩たちが大物すぎて、うん、まだまだ届かないところではあるけれども、うん、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、ということで、ここでアトムからのお知らせ、イエーイ、はい、ということでね、ライブではもう告知しちゃってるんだけど、うん、実は、はい、うんじゃないよ、実は2016年、やっとこう、さっとこう。お正式アトムベーシスト決まりました。おめでとう。ありがとう、ありがとう、おめでとう。ありがとう。で、本当は今日ここに呼ぶつもりだったんだけれども、うん、ちょっとあの他のライブが入っちゃってるので来れなかったんだけどね、うん、うん、チキンって言いますって言うとみんな一回引くんだよね。え、チキン、うん、ってなるんだ。いいの？そうそう、小心者っていう意味でかと思われちゃってるんだけど、うん、まあ見れば全然、うん、うんって逆に思うかもしれない。ね。そうね。ガタいいしね。あの、クマみたいな。本当でもあの、アトム結成時、竹彦と二人で、こういうメンバーでこういうバンドやりたいねって言ってた形の一つであるよねっていうのを本当に最近話をしてるんだけれども、本当に自分が、こうイメージしていたベーシストが、ここに来て見つかったなっていうところではあるので、うん、まず、まあ、あの、ますます、アトム2016年ツアー行ったりとか、うん、曲も、ね、うん、今までライブ重視でサポートの皆さんにも頑張っていただいてましたが、うん、新曲全然作ってなかったからね、そう、今年は作っていこうかなと、そうね、はい、思います。かといえ、今出てるアルバムヨーロ、うん、これもね、
まだまだうちらにとっては大事な、そう、うん、まだまだ曲だしね、駆け出しのあれ、そうそうそう、うん、なので、そちらの方もお願いしたいんですが、今まで、タワレコ、HMV、Amazon、楽天などの、通販などで、うん、発売してましたけれども、うん、この度ですね、あれなんつうの？ダウンロード、うん、うん、ダウンロードでも購入できるようになりました。はい。iTunes とか、LINE Music、うん、から iMusic、うんうん、Apple Music、Apple Music かな、うん、レコチョク、はい、などなど、などなど、はい。なので、CD 屋さんにはなかったよとか、うん、ライブ会場行かないとか、うん、パソコン使わないから通販やらないっていう人でも、うん、電車の中でビビビってやってくれれば、うん、ダウンロードで、購入できるので、そうそう、うん、ましてやね、気に入った一曲ずつでも、購入することが可能になりましたので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい。ということで、あとは何かあったっけ？お知らせ。大事なお知らせ。あ、ライブ告知しなきゃ。はい、1月の17日。もう明後日、あれ？明後日。明後日です、ね。明後日か、はい。久々ですね、日曜日。久々ですよ、日曜日。日曜日にやります。はい、横浜セブンスアベニュー。はい、日曜日ね、セブンスは早いんですよ、開始が。うん、うち最後なんだけどね。最後なんだけど、6時40分から。はい、早いです。早いです。なぜかというと、社長すげーの手料理打ち上げに萌え萌えで、うん、萌えまくってるので、まあその後、きっと打ち上げがあると思います。うん、打ち上げの方も、飲み放題食べ、飲み放題食べ放題で2000円、うん、お客さんももちろん参加できるので、そちらの方も一緒に盛り上げていただければと思います。はい、それから1月の19日、うん、火曜日ですね。これは、ま、これもすぐだよ、ね。そうなの。これは、四ツ谷アウトブレイク。うん、で、今言ったチキン、新しい正式ベーシスト。うん、17日、デビューなんですよ。うん、デビュー、うん。だけど、本来、3月からデビューって言ってたんだよね。そうね。それが急遽、1月の17日。まあ、予行練習みたいな。そこと言うな、お前。そこと言うな。17日にデビューになるので、はい、まあ、そこは、顔を見せ、うん的な感じで皆さん来ていただきたいんですけど、そうね、それと1月19日の今言った四ツ谷アウトブレイク、これに関しては、前回のゲストで出ていただいた中底健一くん、はい、ケンちゃん、うん、うちのサポートベースもやっていただいてました。うん、そのケンちゃんが、今回、今回というかね、はい、アウトブレイクの方では、最後のベースを弾いて、うんくれるので、うん、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。はい、そして2月8日、はい、月曜日、うん、これもセブンスアベニュー。セブンスアベニュー。うん、はい、なので、1月は17、19、うん、2月は8、うん、8日ですね、はい、ぜひぜひ来れる日がなくても調整して、うん、1日は来るように、うん。来ちゃいましょう。来ちゃいましょう。はい、そしてうちわをブンブン振りましょう。うん、そして打ち上げで飲みましょう、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。冒頭に言いました、コール&レスポンスのコーナー。はい。メッセージ、この番組中に来てません。来てよ。なんだよ。なんだけど、その前に、始まる前に来てます。はい、一つ。はい。はい。みわさんこんばんは。はい、こんばんは。うん、あなたみわさんじゃない。じゃないね。そうそうそう。ライブでは、違うの、みわが Facebook で、Facebook で、今回みわ一人かもしれないって入れたから、そうやって入れてくれたのよ。ありがたい、ね。優しいでしょ。みわさんこんばんは。ライブではいつもご機嫌にうちわ振らさせてもらってます。おこれからもご機嫌パワーで頑張ってください。おありがとうございます。もう今日なんかうちわのトークで、うん、締めて、始まって締めてみたいな感じだけど。そう、ね、そんな感じで2016年も、うちわをガンガンに振っていきますので、うん、よろしくお願いします。そろそろもう一回仕入れちゃおうかな、うちわ。新しいの。ピカピカ光るやつ、うん、そうだね。ということで、エンディング。お
もうエンディングですね。そうだよ。エンディングの中でもう一度ライブ告知だけしておきましょう。はい。1月の17日、あさって日曜日、はい、セブンスアベニュー。はい。そして19日火曜日、はい、四ツ谷アウトブレイク。はい。そして2月の8日月曜日、うん、横浜セブンスアベニュー。はい。この3つ。その他は、はい、アトムのホームページ、それから Facebook、うん、LINE アットなどなどで、はい、書いてあるので、はい、そちらの方でご確認いただければと思います。思います。はい。ということで。はい。何終わりだと思って気抜いて鼻かいてんだよ。鼻かいてんです。すいません。今年もいろいろとご機嫌に、うん。そうね。はい。はい。力抜いて。2016年。入れるところは入れて。うん。頑張っていきましょう。いきましょう。ということで。ん？今日は？今日は？終わりなので、はい、皆さん、さようなら！さようなら！おやすみなさいっていうのかと思ったら、おやすみって時間じゃねえだろうがよ。お前ちょっと練習しろ。あ、イヤホンそのままでよかった。大丈夫です。